こんにちは、葉月ひまりです。今回は GRWM を撮っていこうと思います。皆さんこれを見て一緒にゆっくり準備してください。もうゆるくいけますね。下地はアンブリオリス使っていきます。いつも通り。これね、買ってくれてる子多くて嬉しい。ちょっと前髪止めるやつどっかやっちゃったからさ、ただのハゲ。保湿してくれるからおすすめ。ファンデーションはトムフォードのクッションファンデ使います。アイボリーシルク、友達がお誕生日プレゼントでくれたんですけど、ほんまに良すぎてこれ以外使えへんってぐらいめちゃくちゃいいです。少量でめっちゃ伸びてくれるからめっちゃ綺麗になるやし、なんかツヤがすごいです。これツヤを出してくれる。ファンデーションは薄くこう広げるのがいい気がする。朝やからめっちゃテンション低いけど許してください。クマがすごいからコンシーラーしますね。赤みも消えてないから、このルナのコンシーラー塗っていきます。いつもはこの目の下のクマのとこと鼻の溝、ここの小鼻っていうのかな、あとはここね、口角の部分、あと眉毛のここの上ですね。でちょっと乾かす。いつもさリップ塗ってるんですけど、このロム&のジューシーラスティングティントの07番塗ってます。すごい唇が乾燥するんですね。なのでリップは塗るようにしました。コンシーラーぼかしていきます。最近ほんまにクマがすごい、年々クマがすごい。どうして？でも赤みはちょっとマシになってきたかも。パウダー塗っていきます。イニスフリーのパウダーです。この時の顔が正直一番やばいですよね。顔周りから塗っていく。私はマットな肌が好きなので結構しっかりめに叩きます。目の周りとかもちゃんとやってた方がいいですよ。よれにくくなります。じゃあ眉毛描いていきます。セザンヌの超細身アイブロウ04番です。これめっちゃ分かるかな、ピント合ってる。先が細いから描きやすくて、これ500円ぐらいやったかな。もうなくなるんですけど、これでおしまいやから買わないと。明日買おうかな。これがすごい描きやすくてお気に入り。こんな感じで、まあほとんど眉毛の形は変えへんかな。私さ、喋りながらメイクするの苦手なんですよね。分かりにくかったらごめん。また分かりやすく毎日メイクあげますね。今日はしかも遊びに行くとかじゃないから結構メイクも適当になりそう。ノーズシャドウはペリペラのインク V シェーディング使っていきます。まあこれはいつも通りですね。わあ、なんか毛先ボロボロなってる。やっぱ同じところに入れてたらダメなのか。私はお花がないのでここでしっかりと作っていきます。やばい、毛先ボロボロになっててめっちゃやりにくい。ノーズシャドウの詳しいやり方は YouTube 載せてるので、ぜひ違う動画ご覧ください。細い筆にとって上描く。先にリップ塗ります。これ毎日メイクと同じやつ、ロマンドのディープソウルっていう色です。
クレヨン塗る。ティッカーだけ塗って外をぼかす感じ、こんな感じ。じゃあアイシャドウしますね。アイシャドウはこれの一番濃い色を取ってまぶたに塗っていきます。めっちゃ濃い。この目尻の方が濃くなるように。私のメイクってほんまに濃いからさ、この濃さ見たらびっくりしそう。反対側も塗ります。声ちっちゃいかな、なんかもう動画撮るの向いてないかさ。メイク動画とかさ、いつも喋りながら撮ってる人すごいなって思う。絶対無理やん。こんな感じ。じゃあこの薄い色とで、まぶたの中心に塗ります。中心と内側ぐらいかな。で全体的にぼかしていきます。ちょっとつけすぎたっていうか、はみ出すぎたから、このシーラーをここに足しとこう。こうやってしたら大丈夫やと思う。こんな感じでぼかせば、いいでしょう、許容範囲内。 OK。 じゃあ次にここの濃い色細い筆取って、ここの目尻の部分に描く。反対側も。で涙袋。結構クリスマスの時のメイクに近い。ごめん、もしかしたらさ、今までめっちゃ暗かったかも。ごめんなさい、設定ミスってた。シーシー。でクリオのプロアイパレットの03番、ここの色取って白ね、涙袋にのせます。で目頭にものせます、キラキラを。まぶたの中心にもキラキラをのせる。こんな感じで、さっきのこのアイシャドウのここの色、ここの色をチークとして塗っていきます。茶色っぽい、ブラウンっぽい感じかな。普段あんまりチーク塗らへんねんけど、こういう色だけは塗れる。で、あと何してない？全然してないよね。アイライナー、あ、ここに書いてるやん、リンメルのラスティングリキッドアイライナー101番です。で、アイライン引いていきます。こんな感じ。目尻だけ引くことが多いかな。で目頭ちょんちょんって塗る感じ。アイプチしようかな。二重っちゃ二重なんですけど、幅が違うのでこっち二重していきます。使うのは折り式です。ちょっと汚いからあんまり見せたくない。なんか折り式汚くなるんですけど、どうして？なんか
おすすめのアイプチありますかってよく質問いただくんですけど、私も瞑想中です。俺意識使ってるけど、うまくできる日はめっちゃいいねんけど、うまくできひん日マジでどのアイプチよりも汚くなるから、瞑想中顔やば。こんな感じ。ちょっと今日うまくできたかもまさかの。よかった、動画撮ってる時にうまくできて。でまつげ上げていきます。何これ、あ、取れた、よかった。何かと思った。マスカラ、マスカラ、マスカラはミシャの 3D マスカラです。ちょっとマスカラ買いに行かないとあかんな。もうなんかこれ1年も経ってないんですけど、だけどなんかちょっと溜まってるからやりにくいし、ほとんどつかないです。マスカラしてる意味あるっていうぐらいついてない。マスカラの消費期限って早いんかな、多分半年も経った、半年は経ったか、半年ぐらいかな。でもまあいっか、全然ついてないけど。で終わり、なんかしてない気がする。あ、シェーディングや、シェーディングとハイライトしてないやばい、私シェーディング命やから。顎がっつりシェーディング入れていきます。なんか首ここにも入れたらいいらしい、あんま知らんけど。足しびれてきた。ハイライト、クリオ使います。クリオのいつものハイライト、トゥーフェイスとかクリオか、いつも。でも最近机の上にクリオ置きっぱなしにしてるから、クリオばっか使ってる。つけすぎた？大丈夫そう。顎と唇の上。よし、メイクは完成。片付けよう。髪の毛しないと。はい、じゃあ髪の毛やっていきます。今ちょっとエクステやから、ちゃんと髪の毛溶かしてやりますね。コテはヘアビューロン使っていきます。なんかね、120度で、いつも120度で巻いてますね。高温で巻いちゃうと髪の毛が傷むから、高温で巻かないようにしてます。前回の黒髪がめっちゃ好評やったから、ほんまはハイトーンにしたかったんですけど、まあ、成人式も延期になっちゃったから、まだちょっとハイトーンは我慢しようと思って我慢しました。さあ、毎日メイクっていうか GRWM も前に撮ってたんですよね、本当は。けどなんか私すぐさ、いやこの動画あかんわって思って消しちゃうのね。消しちゃうっていうかボツにしちゃうのね。だからこれも撮り直しました。なんかあんまり上手に撮れないんですよね、これはあかんわって思っちゃう、すぐ。近いかな、
もっと近くしちゃった。こんくらいの方が見やすい。しかも喋りながらするってのがほんまに難しい。何回も言ってるけどほんまにね向いてない。だだだだだ。あ、そう、中にインナーを入れてもらいました。髪の毛は染めてないんですけど、エクステでやってもらった。あ、そうや、一応髪の毛は全部外巻きで巻いてます。暇、この時間巻いてる時間ってほんまに暇。この内側の地毛巻くの結構難しい。全然巻けてないな。全体的に巻いたらブラシでこうほぐしていきます。ほとんどもゆる巻きみたいな感じにしちゃう。インナーカラーめっちゃ可愛い。こんな感じで入れてます。 JRWM とかほんまに結構ガチで苦手なんですけど喋りながらっていうのが。でもまあゲストも多かったのでやってみました。いつも通りメイクできたかな。うん、はい。ってことで、まあ今回は JRWM の動画でした。少しでも参考になったなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。Twitter、Instagram、TikTok もしてますので、そちらのフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。